の弁当屋も昔お世話になったもん、うん、結構弁当買って帰ったもんな。紙代だったりとか、あとやっぱり電気代とかもそうですし、そこばっかりじゃねえけど、あんまりのびりしてらないってことだ、うん、最後出てくるってことだ、うん、それもちょっとあれだね、なあ中だけ見せればいいけど、うん、やっぱりエネルギーはとかタイムみたいなのか、中だけタイムで欲しいじゃないか、うん、なんで中には飯食ってのんびりしてっていうのはいるだろう。中にいる。でラーメン屋行ったってあんな食い終わってビタビタ喋ってんだもん。野郎同士で。まあ、3時間も無駄だから。大丈夫と思うけど。うん、まあね。3時間も食べてる人はいねえだろうと思うけど。そこでも同じくらいの値段なので、あ、じゃあもう値上がりしてるから。その後いくら飛んだ知らない。じゃないのかなと。買い方というと、今までだったら一人暮らしなので、はい、例えば白菜だったら4分の1サイズとかで買ってたんですけど、もう丸のまま買った方が安いから。まあ普通は飯食うに入ってもう1時間だよな。うん、1時間2時間だよ。2時間はいない。2時間はいないよな。だって待ち時間したらできてくるの待ってるのが長いんだもん。あ、そうだね。食ってるよりも。うん、ああいうハンバーグみたいなとこだったらね、うん、あのちょっと混んでたら作るのにさ、やっぱり時間かかるもんな、うん、だから待ってるだけで30分ぐらい待つとかあるもんな、うん、レストランじゃそうだよね。ボートの工場初めてだよ。ボートの工場やってる、すごいよ。場所としてはいいとこだよ。だって
大学生がいいんだから、うん、大学のそばのところのラーメン屋なんか最高だろ、うん、あの場所としては、うん、多分大学生が来てくれるかどうかは分かんないけど、うん、ここだってトンネル、うん、モスバーガー、荷物が多くて大変そう、乗れますか先輩、お願い、触れずに操作でスマートに、モスバーガーとかってまたマックとは違うんだよな、うん、何ですか、このエレベーターは顔でも操作できるのよ、行き先を登録してるから、ほら、この先全部でいつもスマート、これからのエレベーター楽しみですね、暮らしを次のカレーまだ着いたんだよ、もっと左寄りはいいのに開いてんだから、日本テレビではグッドモーサープラネット、グッドプラを介して地球にいいことを、自分のことしか考えてるんだよな、今回私は東京湾での海底清掃に出たまりしました、海に潜ってゴミ拾いをしてきたんですが、一体なぜこんなものがというものまで見つかりました、この日マスはいつにも増して張り切っていた、この車って新しいよ、これ買ってるはい、行きましょう、早速行きましょう、現場は横浜山下方面、ちょうど横断幕を張ってらっしゃるところですね、あんなアクセル踏まなくて良さそうなの、海底清掃大作戦、それがコンビニに行くんだったらね、学生時代からトヨタ、あれか、俺は流行っていくんだって見せたいのかな、お前らと違うんだって思う、後ろにいたから、あれ、悪仕事しちゃった、なんか見てると赤仕事いっちゃうの多いね、一家参加したいと熱望して、およそ20年止まるのめんどくさいんだよね、うん、止まるのめんどくさいんですよ、ああ実現した、でそういう人に限って捕まんねえんだけどさ、うん、年中やってる人は捕まんねえ、たまたまやった人が捕まるけど、うん、あ、どういうわけだか知んねえけど、うん、料理量が悪いんだろうね、あ、料理だね、あ、料理が悪いんだね、うん、たまたまやるから、うん、東京湾のゴミ拾いにマスが出たまり、これは35年前に撮影された東京湾の海底、茶色い海の上にポイ捨てされたゴミが散乱、矢印も消えちゃってたもん、の中には自転車やタイヤ、拳銃と実弾が見つかった時もあった、ああ、おまわりさんどこでもいるわけじゃねえからな、プロジェクトのリーダーはいない時のが多いからね、どっちかといえば、うん、綺麗じゃん、うん、ああ横浜、この光が上から降ってくる感じちょっと意外ですよね、しかし海底を見ていくとすぐにん、これはビールだビール、危ない危ない、瓶や缶は毎年拾い上げているが、なくならないという、誰か中華やね、ん、海に捨てたやついいでしょ、あ、公園でほら、うん、飲んでね、特に飲んで捨てるからでしょ、ポイ捨てやるんでしょ、うん、
それは言ったってしょうがねえよ。スーパー出てきたのか。